本日はですね、関野先生に、実はお願いしたいプロジェクトがありまして、ドットハンド通信主義開発プロジェクトっていうのを主義開発お任せしたいなと。主義開発？主義開発です。ゴッドハンドの先生たちのエッセンスを詰め込んだ最強主義を作っていただきたい、関野先生に作っていただく最強主義を教材として来年の2月あたりリリースしてしまうという、まあ、そういった、まあ、プロジェクトで。そっかそっかそっか、やっぱりただ曲げるだけとかじゃなくてちゃんと方向が決まる。はいはいはい、鎖骨を上げて解放する。はい、はい、そこやりながら、それはそのサイマティクスの格好で言うと、あの、これを逆に持っていきます。はい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 、はい、この時にただずれてる。週のどんぐらい使ってるんですか？いや、もう空いてる時間全部、当日の予約は全部止めてる。今止めてこっちにやってる。あ、前日から入れば全然やるけど、当日だったらもうこっちに使わないと俺の睡眠時間がなくなるから。なんか中途半端なもの出せないじゃん今回の企画。半分ぐらい見てもらったんで、なんか多分肝な部分とかこういう方針がいいんじゃないかっていうのは出てくるんじゃないかっていう。そう、あのターゲットも前回決めてもらったんで、それで大きく変わりました。一般の方でもできるやり方で今ピックアップしてるんで、映像のところも本当に難しい解剖学のやつとかはもう捨ててます。例えば肩はひねって上げて、でも股関節は引っ張って押してみたいな、それも結構複雑な形になっちゃうじゃん。覚えられないじゃん。分かったんですよ、でも気づいたんですよ。私、人気ある先生大体同じやってること、小発先生も同じだなと思った。あんまりなんか関連私たち見出してなかったですけど、同じですよ。そこら辺の属してる人たちのワードとしてはやっぱ拮抗とかバランスとか、拮抗してバランスを崩すっていうところが、まあ、中井先生のやつが一番腑に落ちたなと思うんだけど、拮抗させてバランスを崩す、そのバランスの崩し方を動かすんじゃなくて自分が動いてくださいって、これだけでもバランス崩れますから。小先生もそうだな、ポン反射のやつとかも見てポンっていったら思ったけど、その連続運動モーションロックもそうやつって一緒じゃんみんなつって、何も気にしないで押すとかっていうよりかはちゃんと両手を意識してどの方向ベクトルでやっていくのかっていうのでやっていく。足の可動域、この後面のところをやってる時とか両手で持ち上げるけれども、自分の圧を加えて股関節に飛ばして、股関節で止めて、で股関節とこのベッドは設置してるから股関節の反力をもらっている。意識してるのは触れてるところよりは股関節この間のところ、間のところなんか引っかかってないで、そうそうそう、そこからまたさらに入ってくるのが肘先生。菩薩が来るんですよ、これ菩薩が。菩薩のやつは痛いとか痛ないところをちょびっと戻して振動させる。あ、振動っていうものすごい多いの。あ、振動、ね、振動すごい多い。70歩見たら語れるでしょ。振動やっぱ多いんですね。振動多い、揺らすの振動入るんですけど、押すとかっていう技術だと結構むずいじゃん、はい、だからそこは避けたいなと思って言ってたら、やっぱり揺らすとか振動がすごく多いんで、でそうやりながらちょっと揺らしたらどうかなみたいな。ただ待っててそれだけだと怪しいし、本当に効果あるのかなっていう疑いがあるな。そう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 、だからなんかちょっとアクションを加えてあげたいなと思って、それが何かなと思ったら振動でいいんじゃないかな、はい、で振動もいろんな、こう揺らすのもあるし、自分が揺れるのも振動だしっていう、いろんな振動のパターンがある。で中井先生の場合は本当にその最小の振動であればあるほど効果は高いです。だから自分は動かないで足踏みをしましょうみたいなのを教材で言ってたの、ネオ G で、はい、で大きく分かりやすく映像映えさせたのがモーションロック。まあ映像としては多分分かりやすい方がいいとは思う。
振動はやっぱ多いんじゃないですかね。でも DRT 含め、うん、背骨のところをずっと考えてんだけど、どうしても DRT になる。上原先生としては DRT 背骨を揺らすかどうこうじゃなくて、結局第二頸椎の圧を取っていくっていうところをやっぱ重きを置いてる人だから、別に揺らすことかどうこうじゃないんだよね。自律神経系というか、その歪みが整いまして、ここに圧がありませんよ、指標を持ってるじゃん、はい、その指標で何かいいのないかなと思って、それが欲しい。でここがやれば、まあ、一応その背骨が整ってますよ、それが取りきれないものをじゃあなんかやっていきましょうっていうのだったらさ、ぽいじゃんと思って。わかりやすい、わかりやすいでしょ。もうすごい考えてますから私、3部構成で、で3ステップで終わってって、もう3部全部終わらせようかなと思って。効果を高めていきたいっていうのであれば、どこの部位をやっていけばいいんだろうっていうところを考えて、そう、正確な数は取ってはいないんですけれども、多いのが頭蓋から背骨、仙骨まで含むところは多いです。ただ頸椎の7番とかっていうのも全部背骨に含めちゃってるんですけど、背骨からこの骨盤までっていう部分、部位っていうのと、であとは理論上で多いのはやっぱ血流、うん、っていうワードが多いです。あとはその関節系だ、動かないのを動かすみたいなのは、まあどうしても映像映えするとかって多いコンテンツにはなりやすいっていうのがあるんで、やっぱ関節系だ、その3部構成なのかなとは思います。あ、上がんない方が上がるようになったら、そういうこと、そういうこと、それを、3ステップで全部いけるようにする。もうがんの人はやっぱ本当リンパ節だよね。だからこのデコルテ、この辺とお腹と鼠径部、うん、がな多かったの。ただそこを緩める技術で、要は血流を流しますよってなったら、まあその周りが緩ませる技術なんで、そこでいいものが見つからないなと思った。場所は見つかったけど、ここはやり方を今模索中、模索中、その緩めるやり方、かかと、どういうとのどうぞ。古くね、古すぎるんで誰も知らない。やってみた第一弾、やってみた第一弾。今話題の先生の主義を僕が実際にやってみて効果が出るかどうかっていうことをお届けするですね、関野がやってみたシリーズ。かかとをポンってすんだよな。かかとがあったんすか。くっきりはっきりしてた方がいいやな。どこがっていうのがもうパッと見のファーストインプレッションで分かるぐらいの。爪とかも出る。爪の生態ってでもあんだよね。爪結構、はい、そう、鈴木先生も爪見るって言ったの。爪やるって言って占い感あっていいんじゃない。爪になんかするってあんまりないですよね。ないないない、うん、爪を3回こうするだけみたいな、そんな話でしょう、ね、すげえ考えながら今説明してたんだけど、自分がこうやったらこうかどうかなみたいな、こういうふうに揺らしたらどう、自分が言ったらどうかなって全部テストしてるから、めっちゃ時間かかってる今説明に。満足度が新規の人とかだったら結構リアルに分かるじゃん。なんか何されてるか分かんないけどめっちゃ良くなりましたみたいなのはすげえ言ってくれて驚いた。なんかゴッドハンドたちが共通してくるんだなっていうのはすごく面白い。うん、すごく面白いよ。